それと今までそのなるべくこう採用を控えてきたことによって、うんまあ、いわゆる専門の技術を持ってた、うん、あの人たちっていうのは採用できなかったのよね、はいで。ともすれば土木だとか建築だとかそういういろんなその資格を持ってる獣医師,獣医師さんとか、うん、ああそういう人たちがいわゆる専門職がだんだんいなくなってきてもらった。うん そこのところで本当にそのそれは外部に頼んでやればいいんだけど外部に頼むためにはどうしたらいいかという専門的な知識を持っていないと外部に頼めない、ね、市民の皆さんの民間に頼めないで頼むためにはそういう知識を持っている人が1人いて、うん、そしてこういうふうな仕事でこういうやり方が大事,です大事なんですよということを考えてやってもらわなきゃいけないその考える人がいないからだめなので,でそうした人たを。 あの採用したい、うん、さらには保育園のね、はい、あの保育士さんなんかもそうなんだけどもうどん採用してないから、ええ、どん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 何て言うのお,お年になった方が辞めていかれるとそうか少なくなってそれをあの、うん、普通の職員ではダメなので保育士さんがいないからいわゆる臨時の職員さんなんかでこうずっとまかなってしてたのね。うんうん そうすね、年齢が、ね、もう差ができてしまって若いさっきおっしゃったようなあの保育士の方々がいなくなってきてるから保育士さんもこれから定期的にあの採用していかなきゃいけないよねということそれともう一つの特徴は一、はい、回外で市外で就職した人が、はい、高屋戻ってきて就職したいねっていう人もう見,え見えるんだよね。 ところが今まではどちらかというと、新規に卒業した方を対象にして募集してたから、そうするとなかなかその応募するチャンスがなかったので、とりあえず35歳まで、一回外で働いている方も応募,応募できますよという、いわゆる社会人枠、これもあの設けさせていただきました、まあ、これらが一つの特徴だと思います。 さまざまなその行政課題への対応、うん、市民ニーズへの対応、うん、もう一つはその年齢構成的な部分であったり、うん、専,門専門職を即戦力でそうあの生かしていきたいという市長の思いだと思います、はい、それと U ターンというか、今回高山で働きたいという人を、ねはい、採用したいご覧の通りですね。本当にあの様々な職種が、うん ありますけど、はい、これはあの合併以後では初めて初めてですね。えー、すねこれだけやってはい。あの1さんをとか。はい、それからあの救急救命士さんとか、うん、募集したことは今まであります。はい、去年もあの保育士さんを募集したことあるけど、ほとんどはやっぱり一般事務職しか、それも2人とか3人とかしか採用してなかったので。はい これからまあ定期的にこのぐらいの人数は採用していかなきゃいけないのかなと思ってます。なるほど。はい。今年度だけではなくて、はい、今年度だけじゃないです。これからだって辞める人三十人くらい四十人くらい毎年今これからもあるはい <laughs>、うん。だからそういう部分で、えー、こういう技術のとか特色のある人たちを採用していきたいなと思う。役に立つ人。はい、市民の皆さんのために。そうですね。うん。市役所。 役に立つよろ。頼むよ。役に立ってよ。はい。頑張ります。ということでここにアナウンサー枠ありますアナウンサー枠あります。もうちょっと僕頑張ります。うん。まあちょっだいぶみんな飽きてきた人もいるかもしれませんけど、もう少し我慢しててやってくださいね。はい。まあファン多いんだよあな、たのファン。ありがとうございます。来るでしょ、ファンネタ。 あのこの間、市役所のエレベーター、はい、乗ってはいけないエレベーターについ乗ったんですよ、はい、そうしましたらですね、うん、外国語講座を4階の会議室でされてたんですね。そちらを受講する妙齢、うん、の,の女性の方が。うんうんうんあ 私の人やーって握手を求められましたね私市役所のエレベーターで握手求められたのは、ね、初めてでした今のうちで3位の練習しておいた方がいい,い,やいやそんなそんな <laughs>、ね、精進しないかんなっていういいタレントクラブ紹介しようかどうかどうですかうん。その他市役所辞めてこないといけないけど、ね、適正化計画 <laughs> 適正化計画あ、で一方ではやはりそういうあもちろんそう業格の適正化計画というのも同時進行しているい、はい、同時だから無駄な仕事はできるだけ省くようにしてそうです、ねうん 人,を少なく人が少なくてもいいようにするけれども、うん、でも現実問題としてこのぐらいは足りないから採用させていただきたいということで、はい、だからどん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 やっぱりする意味にはしていかなきゃ仕事を、ね、増えるばっかりだから今ね、はい、その点では市民の皆さんにもご理解をいただきたいと思います。 ご覧の通りのあの募集がございますが申し込み方法が一部異なります事務、えー、A であったり、えー、技術職資格免許職ですと6月12日、はい、それ以外の試験は8月25日までとなっております、えー、ぜひテレビをご覧の皆様 特にあの娘さんとか息子さんがよそに行って働いているとか大学に勤めてね行っているなど,などあると思いますのでぜひお声かけも含めてよろしくお願いします。市役所はほら人を採用しないからというのが定着しちゃったからね,そうですねだからそうじゃありませんよとあのこれからはどんどん,どんどん採用していって若い力を借りて、はい、そして市民の皆さんの希望に応えられるような仕事をどんどん,どん,どんやってもらえるようにしたいと思います。 お近くの知ってる方とかそういう方にもあのこういうことがありますよっていうふうに伝えていただければと思います。すねはい、時間がありませんので早めに <laughs> 早めによろしくお願いいたします。熱い志の方特にお待ちしております。すねはい、さて最後にですね気象をちょっといくつか、はい、あのお伺いします。はい、まずはですね5月19日に、はい、ペルーウルバンバ郡長が、えー、市役所の方にお目にかりましてまし、ね、市長の方といくつか会談がありましたが。はい 私が気になったことを一つだけちょっとお伺いしたいんです、うんはいはい。今回、新しい軍長さんがお見えになられたんです、うん、うわばんさん、ねはい、あの向こうの軍長もそうですし、うん、国島市長も歓迎の際におっしゃいましたけど、うんうん、お互い観光都市でお互い地方都市でもそこから発信する世界平和、うん、頑張りましょうよと市長がおっしゃったら、はいはい、軍長も同じことをおっしゃったんですが、ね、私、あの時カメラを持っててびっくりしましたよ。 やっぱりですね、うん、国境を越えるんですね、世界平和っていう思いが、そう改めて私、やっぱりた、ねうん、やっぱり平穏な生活をしたいっていうのは、うん、人間の基本的な欲求ですよあのそういう命を取られるとか、うん、あるいはいろんな災害に遭うとかっていうことから離れて、平穏な気持ちで、うん、本当に、 家族だとか知った人たちとその地域でずっと心豊かに過ごしていきたいっていうそれはもう平和しかないんですよ平和なとこじゃなければ今のアフガンだとかっちいうのはいろんなとこやったらもうみんな難民だとか大変じゃないですかああいうとこじゃなしに平穏に自分の生まれた土地で暮らしていきたいっていう平和が一番大事だねっていうことはやっぱそこの地域の行政を預かっとるものとしては世界各国共通なんだよね。 なんんであれして戦争するんだろうねうの民族の争いだとかさあの、はい、なんか知らないけど世界遺産壊してるもんねこんな何んという心痛むよね、うん、あんな風で平穏な気持ちになれるのかあるいは自爆テロなんていってこの爆弾持ってて、えー、ね亡くなるとかさたいうことのないようにしたいよね、うん、であの難民の人たちなんか大変でしょ今船でさほらなんか入れてもらえないから。 ナンパ船みたいなやつに乗ってさ、うん、漂ってっていうような人もななねえ見えるとかいうことで、うん、そういうお話し,したのそしたら観光ができるのも平和であるから観光客が来てくれるし、うん、そしてそこに住んでる人も平和であるからこそ気持ち豊かに迎えることができるので、うん、お互いに平和が大事だねということを世界に発信しようとマチュピチューもその発信力あるじゃないですか、うん、マチュピチューから ッととっっったててことにななななればみん人知ららい人いないから、ね、で高山もまあある意味では結構日田高山っていうのは有名だからさ <laughs> 日田高山からもこう言ってるってことになればすがなからずいろんな人たちにあそういうことも大切なんだなっていう気持ちを伝えることができるんじゃないか、うん、じゃあお互いにせっかく姉妹都市へしてるんだから、うん、有効年なんだからやりましょう一発意見が一致したよ、うん、そういう時があってのあの歓迎式でのご挨拶だったんですね。そうだったんだ でそれとお互いに観光地なので、うんうん、マチュピチュで高山のことを宣伝してください。じゃあ私たちも高山でマチュピチュの宣伝 <laughs>、まあ、具体的なことを言えば例えば高山駅前にマチュピチュのいろんなご案内をしたりとか、うん、そういうでマチュピチュの,あの入り口のところで高山世界各国から見えるから、うん、そういうご案内もしたりあるいは将来的には物も売りましょうとお互い。 向こうのものを高山で売って高山のものを向こうで売りよ、はい、そこまでやりましょうって言ってたやろうやろうって言って上間さん頑張っていお若いんですよねあの軍長さんお酒も強いしな、ね、<laughs> なんで酒ばっかりのこと言うんだろう <laughs> 牛乳が酒牛乳が <laughs> 牛乳の馬酒だよって言わなきゃダメな <laughs> まもう1つ平和つながりで <laughs> あのこれも同じく5月に行われたんですけれど戦没者追悼式がえ市民文化会館のほうで行われました今年は戦後70年という節目もありちょっと今までにない試みが1つありましたのが入川の中学校の子どもたちがその式典が行われる先週にあたるときに広島県州行かれましてでその子どもたちがですね ご遺族の方とか関係者がいる前で平和宣言をあれは新聞各紙もばっと扱いまして大きな話題になりました、ね、やはり戦後70年というこの節目にあたりまして改めてやはりここの平和っていう部分は強くわれわれ感じなきゃいけない部分ですねですあの時に遺族会を代表した方があのお話しされましたけど本当に遺族、つらい思いをねこうされたっていう切々と語られましたよね。 ああいうこと思うとねやっぱそういう悲しい思いをさせることはダメなんで,、うん、であの子どもたちがその話を遺族の代表の方の話聞いてくれてたからねこれだけでもすごいと思うよ僕だから多分感動したと思うよ彼らもね。うで,ね、うん、でああいう子どもたちがこれからまた風化してはいけないとそその悲劇を風化してはいけないっていうことを伝えてくれる、うん、その原動力になってくれると思って。はい 感謝50人以上の方だったよね、中学生生命がはい、素晴らしかった合唱も披露してくれたし歌も歌っていただきましたし、高いもの、子供たち捨てたもんじゃないよ、本当にしっかりやってくれてるありがとうございました、さてそれ以外の近況でございますと今月は議会もありますし、そしてこの議会が終わりまして6月の末からはですね今度はもう一個のはい お友達の町であります。デンバーですか。はいはい。アメリカ、ね、こちらの方の五十五週間の。市民の方々がね、一緒に行っていただけるように回ってますし。うんはい、はい。あの、それと合わせて、僕の今の平和つながりなんだけど。はい、国連に行くつもりなんです。で、国連の事務局を訪ねて行って、で、今、高山は。 こういうい平和の活動ししてます金もそうだし平和の,あの日を9月21日決めさせていただいて世界に発信してますよということを国連に行ってお話ししてそしてできれば来年でも再来年でも近いうちにその我々が9月2日平和宣言いろいろやるときに国連からも来ていただけませんかっていうねちょっとオファーをねしてこようと思ってう一応あの内田が取ったんで面談してこようと思ってうまくいくと 今年中に来てくれはるかもしれない。で国連の人たちとそれからいろんな、はい、あの長崎とかの、うん、人たちと一緒にあのサミットができるかなと思ってます。はい、はい、それもちょっとやってきます。ありがとうございます。あとまあ売り込みもいろいろやってきます。そうなんですね。はい、あのニューヨークであったり、デンバーでのトップセールスもありますけれど、一方、はい、でそういう平和への取り組みというところ。うん。うん ニューヨークの話ありがとうございましたまた後日ご覧のケーブルテレビでそのあたりはやっていただきたいと思います紹介できればと思いますはいありがとうございました子供たちと一緒にそういう平和を語るようなことをまたちょっと皆さんに見てもらいたいね子供たちの思いを直接こう聞いてもらうのね。宿題と受け止めてよろしいですかよろしいですあなたがアナウンサーである限りははい。もっともっと精進します頑張ってください。はいありがとうございました えー、今回のハイ、はい、市長ですけれど、はい、今日たくさんお話を伺いました、えー、ちょっとね雑白になったかもしれませんけど申し訳ありませんでした <laughs> 久しぶりにこの二人だけとの対話だったのでついつい話が弾んでしまいました申し訳あります中身をいっぱい今回牛乳詰めしました牛乳詰め牛乳詰め、牛乳客観新職員募集、はい、また平和に関連する市長の近況などをお伺いしましたどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたじゃ私も せっかくですから。<laughs> 皆さん牛乳飲んでください牛乳飲みましょう <laughs> ヨーグルトもはい体にいいですよ